よーし、今回はちゃんとやっていこう。前回無理やり俺死んだ感あるからね。デッドチョイス。オッケーオッケー。これはまあ前回見たから、まあぶっちゃけまあこれまあ簡単に説明すると正しい選択しなきゃ死にますよって感じです。なんかこの説明で普通に合ってるよね。はい、じゃあ抗います。抗わなきゃこのゲームクリアできないんで。はい、すぐに。はい、印をくれ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 。はい。早い。1000からすぐに965で止まっていくからね。まあ、正直案外35も減ってんのっていう、びっくりは。若干びっくりした。サバイバド。最高でしょ。サバイバド。デッドリーチョイス。お前の言葉を信じよう。かちこまりまった。マカダミア頭。では、このメリー、トゥディの一手を敵、あなた様をたたけばたまと。ふっさあの身でございまっか。なんなりとお手つかってことまたまたで。はーい。まあ、かわいいからね。かわいいから何でも許せるよ、俺。だが、覚悟は決めたものの、何をすればいいのだろうか。怪異の知識どころか、記憶すらない。自分には微塵も見当がつかない。だが今は、迷ってる時間すら惜しい。玄関の扉が叩かれた。こんな夜明けに、非常識な客もいたものだ。おや、これも巡り合ってはなんだろうか、パー。あなた様以外のテルテを刻まれたもの、テルテ人が垂れてきた場で。メリにはそれがわかるらしい。喋る人形だけに何か不思議な力があるのかもしれない。逆にどうやってこの力あんの、こいつ。マカダデミア様、申し訳ありませんが、私の代わりにお客様を迎えていただきますか、こうか。私のような人形がお出迎えたら、驚かってまうでこうから。手に腕を動かすくらいならともかく歩くことはできないので。あ、そうなの。じゃあ動けねえじゃん、ずっとここ。どうやって助けんだよ。訪問者を迎えるため玄関扉へ向かった。自分と同じく死の運命にもてあそばれる、印人。果たしてどんなやつだろうか。めっちゃ美少女、頼む、めっちゃ美少女来て。最高の美少女。訪問客は深夜の時間帯にそぐわない顔ぶれだった。顔ぶれってことは何、複数人いんの。元気そうな女子高生だな。今時いねえぞ、その髪型。似てる。似てるな、この二人。まさかこの子供たちが印に。九条さや先生に用事があって来たんだけど。おじさん、誰？おじさん言うなよ。まだ俺はな、まだ20代だ。館にいる以上、真っ正直に。赤の他人と言うわけにもいかない。俺は全部クソだな。弟子もやだな。親戚だかな。あ、お兄さんなんだ。確かにさや先生と目元が似てるような。いやお前目おかしいんじゃないの。少女は九条さやのことを知ってるようだ。そのなんか双眼鏡何。そういえば九条さやの名刺には心霊治療家とあったが、彼女の身につけたグッズを見る限り、心霊方面のファンかもしれない。数珠とかつけてるけど。私、渡辺萌衣です。さや先生が月刊オーパーツに出した記事のことで相談に来たんだけど。ってことは印関係ねえのかな、この子。バッグから取り出したオカルト雑誌を開く。そこには例の技、印の写真が掲載されていた。その横に書いてある内容は。このアザニは、記憶障害の列車がございます。あざのある方は一度、九条くらいまでご相談ください。あのさ、そのあざってこれだよね。そう言うと萌えは足がよく見えるよう、スカートの裾をめくり上げた。あらわになった右足の太ももには印が。俺も見たい、見せて。記憶障害の霊障って書いてるけど、心当たりあるんだ。最近ね、物忘れが激しくて、友達の名前がすぐに出てこないの。そんなこと今までなかったんだよ。やっぱこのあざのせいだったりするの。そんなの嘘に決まってますよ。黙って話を聞いていた少年が口を挟んだ。なんだこの子。今の時代ね、霊とか呪いとか子供だって信じませんよ。高校生にもなってちょっと恥ずかしいですよね。君ちょっとちょっと舐めた口聞くとお兄さんがペッコペッコしちゃうよ。
けどさ、司くん、君だって九条館の門の前をうろうろしてたじゃん。左手のあざのこと本当はビビってるんでしょ。ビビってんじゃん。もうなんか顔の表情を見る限り普通にビビってんじゃん。お前何強がってんだよ。司と呼ばれた少年は不機嫌そうに黙り込む。どうやら図星らしい。子供は黙って話聞いてりゃいいんだよ。俺は子供に冷たいからな。二人が印人なのは間違いなさそうだ。メリーの元へ案内することにしよう。はい。これ多分めっちゃびっくりするんだろうな。メリーを見た萌えが黄色い声で走り出す。わっ、かわいい。これドールですよね。こんな大きなもあるんだ。細かいところまでしっかり作られてますね。まるで生きてるみたい。司が感心してると、ようこそ駆動かね。うわっ、しゃべった。こうして二人の幼い訪問者も足を踏み入れてしまったわけだ。死と隣り合わせの怪異の世界へ。落ち着きを取り戻した萌えと司に印のことを説明する。徐々に消えていく記憶、近いうちに訪れるうるちゃるし、嘘のような話もメリーという超常的な存在から語られることで重さを持つ。二人の顔は次第に青ざめてきた。さて、おった方、手頭の木でおてんで、わだわだ駆動館を訪れたということは、記憶が失われると音について心当たりがあったとねて。萌はもちろんのこと、司も暗い顔して押し黙ったままだ。つまりはそういうことなんだろう。なあ萌、一つ確認なんだが、君の印どこでついたんだ。何その顔、何あのできねえウィンクしてんの。この子たちは自分ほど記憶の欠落はひどくない。何か覚えてるかもしれない。もしかするとだけど、私の印って花彦くんの呪いなのかも。花彦くん、聞いたことがございます。この町の子供たちの間で噂になってる幽霊ですね。亡きトゥディンも興味を持っておったまった。九条さえが興味を持っていたのか。印と関係あるかもしれない。その原彦君のことを聞かせてくれ。とてまったまった、まかためやったま。この3人でなんか進めていくのかな。ではあれあれ勝手に進むんだけど、第1章花彦くん、こんな感じなのか。こんな感じで進んでくんだ。第1章、今まで序章だったんだね。花彦くんって言ったけど、ねえ聞いた、エッチのあちこちの学校で噂になってる例の男の子の幽霊、花彦くんまた出たらしいよ。その花彦くんなんだけどさ、夜学校の影目覗くと現れるらしいの。でね、質問してくるんだって。僕綺麗、いや口先女みたいだな。その時いいえって答えたら大丈夫なんだけどさ、いいえって答えたら大丈夫なの。はいって答えちゃうと、じゃあ赤いのをちょうだい。なるほど、赤いのって血を取られるのかな。そういうのこして花彦くんは消えちゃうの。でもね、それで終わりじゃないんだ。花彦くんは大人が嫌いでね、もし質問した人が大人だったら死んじゃうらしいよ。もう俺死ぬじゃねえかよ。おい、俺まだ心は子供でももう身は大人だからな。やべえぞ俺。それも変な死に方でさ、体中の血液を抜かれてたらしいの。うわマジで、それだけはやめよう。やべえ、まだ俺10代でいてえよ。これさ、ん？でさ、下のそばには一輪のバラが残ってたんだって。脅かしにかかってますね。だが私はそんなんじゃビビりませんと。えてって、上手とは手紙を持てまんなの。人から人へ伝授するように伝授と言ってね、勘違いや思い込みを混ぜてと。だから伝授を増やしてくんだればのことまいます。萌玉、あなたは何かご存知なんでは。お前ウィンクやめろよ。私の印ってさ、エッチ小学校で花彦君を調べてるときついちゃったみたいなんだ。これは印に関する手がかりだ。萌えに詳しい話を聞く必要がありそうだ。
どうしてエッチ小学校に。原彦くんはいたのか。印について気づいつ気づいた。いたのかだよね。いなかったと思うよ。実を言うとよくわかんないんだ。噂になってる鏡の前で言ったんだけどさ、急に背筋がゾワッとして怖くなって帰っちゃったから。次は何を聞こうか。これ全部聞けんだろうね多分。エッチ小学校聞くわ。心霊系の記者を目指しててさ、生で幽霊を見たいと思ってたの。エッチ小学校で花彦を見たって投稿をガルト雑誌で見つけてね。普通の小学校に入るのはまずいけど、エッチ小学校ならいいかなって思って。はいはい。だってあそこ廃校だもん。はい。じゃあ印にいつ気づいたらね、これ一番気になるな。家に帰ってお風呂に入るときよ、太ももを見たら変なあざがあってさ、マジでびっくりしたし、すぐ鞘先生の記事にあったあざらって気づいたんだけどね。大体の事情は聞けた。花彦くんがいるかどうかは曖昧だが、エッチ小学校から帰ってきたら印があったのは確からしい。もしかするとですけど、司が自分の左手をチラリと見る。僕のも船彦くんのせいかも。これに気づいたの T 小学校から家に帰った後だったから。花彦くんってエッチのいろんな小学校で目撃されてるんですよね。前の話を聞いて何か思い出したらしい。司からも話を聞こう。 T 小学校、僕の受け取る小学校です。エッチで一番偏差値の高い小学校ですし、当然してますよ。腹立つガキンチョだな。何を聞こうか。時間いつ頃だ。確か日は沈んでしまったわけ。家に帰る途中、忘れ物に気づいて学校へ戻った時です。花彦は見たの。それは見てないです。特に寒気とかも感じませんでしたし。あ、でも鏡の前は撮ったかもしれません。ほ、家に帰る前トイレに寄ったから。司から聞ける話はこんなものだろう。花彦くんの噂と二人の話にはいくつか共通する点がある。偶然の一致とは考えにくいが。花彦くんの頭だと調べてみる必要がありまって。あなたためだけではなく、おった方のためにも。調べると言っても。何を調べろと言うんだ。人手は、とは、同じ場所にあるもの。もし、どこでチェルティが生まれたと取れば、それを蹴ってもどこにあるだってべってやって高い立ってください。テレテロの呪いを止め立てるための鍵を逃れるとべは取れてからまて。いつの間にか大層な重荷を背負わされてるようだ。だって花子くんはエッチ小学校とティート学校ネカトに現れてどうやってか。どちらを調べまとうか。どっちもやだわ。はい、いやできればまだ廃校じゃない方がいいよね。T 小学校行こう。え、マジで言ってる。最近は不審者が多いから夜の学校の警備は厳しいんだよ。おじさん見た目が怪しいし、敷地に入った瞬間に逮捕されるかも。ああ、それ消去法で普通にこっちじゃない。結局廃校かよ。失礼な話だが言ってることは正論だ。廃校の一小学校に忍び込む方が安全だろう。いや、どう安全なんだよ。じゃあ早速行こうか。よろしくね。君ついてくる気か。そりゃそうだよ。私、花彦くんを見るのを諦めたわけじゃないし。萌がニコリと笑う。単に楽観的なのか、それとも強がっているのか。僕も行きます。お、君まで本気か。だって自分の命がかかってるんですよ。おじさんが失敗させてしまった。僕が死ぬなんて嫌ですから。可愛い顔してなかなか言うものだ。だが子供を連れていくのはいいんだ。いいんだ、行こう行こう。下手すりゃおとりにしよう。マガダミ頭、そのテュートは、戸惑いは理解できます。てとか、テルテは子供であろうと、容赦なく牙向き、命を奪うてと。彼らがテルテに上がられとるとるなら、トロイテは、トントン垂れるべきかと。怪異に染まる世界では、人の世の常識は通じないらしい。生き残るためには、いろいろと腹をくくる必要がありそうだ。ただ、連れて行くテルテ人は一人だけにいておいてください。大勢で行くと、怪異に気づかれる危険というか、真っ赤か真っ赤から。あと、道中はくれぐれも、ミティクターを配るようにお願いとまって。人との人間との不要な接客は、テルテの転向を早める可能性がありまったので、やむを得ない場合はの時、最低限に控えてくれたよ、待って。行ってらっしゃいませ。行きまーす。君ってか楽だよね、印つかないし。動けないのは辛いけど、センター、ああ、はいはいはい。パートナーから行います。そうだ、おじさん。メリーちゃんから聞いた話、ちゃんとメモした方がいいんじゃない？
おじさんの記憶は怪しいって話だし、忘れちゃったら大変だよ。またいつ記憶が飛ぶかわからない。会に関する情報はメモしてファイルにまとめておこう。それがいつか自分たちの命を救ってくれるかもしれない。会ファイルに新しい情報を追加した。花彦くんの噂。 OK OK 会ファイル、会に関する、なんかこういう感じさ、あの流行り神ってゲームに似てる。流行り神ってゲームすげえ好きだったんだよね。困るときは参考にしよう。はい、ゲームのセーブとロード、館と会スポットではセーブ行います。はい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 、セーブしたいときはバックかな。はいはい、オッケー、次からやりましょう。じゃあ、バックバグ、これでセーブはペーパーナイフ、そのまま持ってたの。花彦くん、セーブここじゃねえな、システムか。セーブどこからっつってたっけ。あ、四角だわ。はい、じゃあセーブします。オッケー、時間バレるね。じゃあパートナー、トーク、よろしくお願いいたします。あ、はい。じゃあパートナーで小生意気な優等生、まあ優等生だけど小生意気な時点で俺はあんま好きじゃないな。オカルト好きの少女、まあどっちかって言ったらこの子の方がまあ頼りになりそうだよね。オカルトの、オカルトに関してはなんか普通になんか理解ありそうだし。じゃあつかさくん、君は黙ってここで待ってろ、そして何かやられろ。なんかうぜえな、やめとけばよかったかもな。じゃあ行くか。さて、H 小学校へ向かう方法だが、メリーが言うにはガレージにある車を好きに使っているらしい。めっちゃいいやん。チャリあるけど、チャリで行く。二人で九条家のガレージな館の離れにあった。なんだこれ、なんて読むんだこれ、なんだこれ。うわーしな、空間にはそれとよく似合う高そうな乗用車や自転車が並んでる。幸い車のキーはテーブルの上に無造作に置いてあった。早速出発しよう。さ、メリーちゃんの話だとおじさんって記憶をたくさん失ってるんだよね。そんな状態で車を運転できるの。萌が疑わしい眼差しをこちらへ向ける。大丈夫、問題ないはずだ。ハンドルを握ってればそのうち思い出す。おや、それは危ねえだろ。半分は自分に聞かせていた。それにさ、免許も持ってないよね。おまわりさんに見つかったら花彦くん調査どころじゃないけど、もっともの話だ。だが命がかかっている以上手段を選んではいられない。印が消えたら記憶も戻るだろう。その時に再発行してもらうとするよ。ちゃんと免許を取ってたら。だがな、うわ、すっごく不安になってきた。くれぐれも安全運転でよろしくね。オッケー、任せろ、俺運転得意だからね。小学校行くか。まあ、こんな感じのゲームなんだね。なんかこういうこの館だけで何か物語展開されていくと思ったら、普通になんかそういう場所に移動していくんだね。なんかラブホーみたいの見えるけど、アモーレ。エッチアモーレ。人の体というのはよくできている。本当に運転できるのか、ガレージでは少々不安だったのだが、実際にこうしてハンドルを握ってみると、もはや不安などの入り込む余地はない。おい、とか左なんだね、運転席。これ外車か。考えるより早く体が機敏に反応して、この鉄の塊を見事に操っていく。普通に運転するでいいじゃん。だがそうなると今度はやることのなくなった考えの方が鎌首をもたげ始める。ねえおじさんさ、こちらの沈黙に耐えかねたように萌が口を開いた。さっきまでの元気もどこかにいてしまったようだ。記憶が消えていくってどんな感じ。答えに困る質問だ。どんな感じとは、全部一気に消えるの、それともバラバラに。悲しい思い出だけが残るとかだと嫌だと思って。そういうわけではないと思うが、進んでるのか後退してるのか元の状態がわからないのだ。何とも比べようがない。そういう意味では消えるというより空白で塗りつぶされた、そんな感じだ。そっか、おじさん大人だね、いつも落ち着いてるし。会話が途切れ、路面を舐めるタイヤの音だけが車内を満たした。そうするとまた次から次へと頭の中へ考えどもがよじ登ってくる。とにかく例の鏡を見るとして、その後は何を調べればいいんだろう。わかる？おじさん、
前はちらりとこちらを見た。さあな、自分の名前すら思い出せない男にそんなことを聞くのが間違っている。頼むってば、おじさんが頼りなんだからさ。何とでも言ってくれ。相手は子供だ。さすがに言葉にしなかったか、それが本心だった。ハンドルに乗せた両手の間にじっと目を落とす。館の人形、印人、印、貝。そして機械なし。次々と湧き上がってくる想念に圧し潰されそうだ。暗い道の先に何が待ってるのか。ハンドルの上で警告するかのように手首が小刻みに触れている。頭には分からなくても肉体はとっくに感づいているのだ。死に近づいていると。それがあるのかはもはや問題ではない。問題はどれくらい先にあるかだ。あとどれくらい？あっ！危うく声を上げそうになってとっさに息を飲み込む。多分もうすぐ。あれ？思ったより近くない？ああ、そう、その通りだ。いつだってそれは思ったより近くにあるものさ。おー、面白い面白い面白い。ついたのかな。うわー、やだ、絶対やべえもん。月明かりに浮かび上がった校舎は不気味な佇まいを見せている。廃校となってからすでに数年が経過したらしく、校舎の壁のあちこちがひび割れ、ガラス窓もすっかり割れてしまっているようだ。校門の前には関係者以外の立ち入りを禁じるための太い鎖が張られている。ちょっとちょっと、誰だ誰だ。案外なんか好青年みたいな。元気のいい声とともに現れたのは警備員の制服を着た男だった。どうやら巡回中の警備員に見つかってしまったようだ。ここは市が管理してる場所だから立ち入り禁止なんだ、知ってるでしょ。それとも何、顔怖。最近よく心霊スポットで肝試しをする連中がいるんだけど、あんたらもそうなわけ。違うよね、ここが心霊スポット。その通りだ。いや違う、いやこれどうすればいいんだ。いや違う、その通りだ。ここが心霊スポット、ここが心霊スポットって聞くか。まあね、そう言ってる連中が多くてこっちも困ってるんだ。横にいた萌えもうなずいた。まあ結構有名だもんね。警備員はため息をついた。邪魔だなこの人。とにかくこの学校は立ち入り禁止だから誰も入れないよ。着任当日に面倒事は真っ平だし、早くここから立ち去ってくれ。いいね。ああそうなんだ。よくないよ、よくないね。早く立ち去れ警備員が。警備員はブツブツ言いながら廃校の中に入っていった。あれ、あの人死ぬんじゃね。その姿を見送りながら萌えがつぶやいた。ち、前に忍び込んだ時は警備員なんていなかったのにな。見つからないようにしないとね。いや、あの警備員なんかやばくない。怪異スポットでの移動だだ。怪異スポットでは方向切り。おお、マジか。地図で自分の向きと移動できる場所を確認しながら先進みましょう。おお、昇降口を目指し進んだ。おお、堂々と入るね。両開きの扉を押して開くと昇降口に出た。うわ、暗っ。これじゃ何も見えないし。屋内では月明かりも届かない。さすがに懐中電灯を使うしかなさそうだ。ライトなんか使ったら警備に見つかっちゃいそうだけど、まあ仕方ないか。ちなみにあの鏡は確か向かって右の方にあったはず。階段にあったと思う。オッケー、怪スポットの調査。左スティックを操作すると今いる場所の操作を開始します。操作中に調べたい場所に光を合わせ丸ボタンを押すとその場所を調べます。はい、あ、操作する終了ね。調査中に保護器を操作した場合、ああ移動ね。これで、おお、すげえ、なんだ、調べる、注意や、ああそういう感じね。見るでやると、東階段の鏡に手形をつけて遊ばないでください。掃除当番が困っています。それさ、遊びじゃないんじゃないの。はい、自由研究とか超懐かしい。
それより東海岸の鏡って私が見たのはこの鏡だと思う。まずそこに行ってみるか。うん、向かって右だよ。わかった、じゃあ左行くわ。道具とか探るとかあるんだね。ちぎれたプリントを巡ってみた。から特に何も見つからなかった。なんかさ、ハウスダストみたいな、あ、なんだろう、怖えわ、なんか、ハウスダストが、みたいだな。こういうのもちゃんとやっていかないと、ダメなんだね。あ、まだある。うわ、怖っめっちゃ怖いんだけど、いっぱい調べるとこあるね。なんか、PV 見た限りだとね、なんか、調べるとこれ幽霊とか出てくるっぽいんだよね。下駄箱の前には、なんだこれ、なんだっけ、これ、なんかほら、何の子だっけ、これ、ほら、スノコだ。敷かれてるが、壊れてしまっており、踏むとぎしりと音がした。バック、解除、調べる。解除。え、なんか音聞こえない？怖い。はい。まあ、こういうのは、刺さって調べていくか。こっちも調べたいな。探る。触れてみた。風化しており。まあ、変わったところなさそうだね。見るとかでもやんなきゃいけないから。まあ、終了していくか。あ、やばい、コウモリ移動しちゃったんだけど。バカかよ。一回帰ってきちゃった。記録とかってできんのよね、多分これ。セーブできんのかな。あ、できる。じゃあ、一旦ここでやめるか。ちょっと怖いし。次回から本格的に探索していきます。待たせちゃった。じゃあ、もうね、夜遅いんだよ。だから怖いんだよ、これ。じゃあね、まあ、終わるわ。本当に怖い。じゃあね。チャンネル登録と高評価ぜひともお願いします。よかったらコメントも残していってね。右上のアイコンもしくは説明欄の方からでも登録ができます。僕たちのモチベーションが上がるのでぜひとも高評価とチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。